どうも、今日は宇野森公園四日市市にある、ちょっと大阪に似てない、大阪です。四日市市にございます宇野森公園で、ここは心霊スポットと呼ばれてますが、その実態について解き明かしていきたいと思います。お願いします。止水庵か、止水庵って書いてある。止水庵見てみます。登ってみたいと思います。見てみましょうか。旗がめっちゃある。旗がめっちゃあります。足場なかなか悪い。あ、稲荷系？あ、稲荷系ね。すごいある。鳥居の数がすごい。閉じ込めとる。プチ京都や、プチ京都。閉じ込めとる霊が強いと多いね、鳥居って。普通に神社や。それなんか燃やしたやつね。あ、これね。なんかお守り。あれなんやろな。あれなんやろ。非常に力を強く感じます2回言う。立派ですね、御殿が。そうですね、あっち行って中に戻りますか。そうそう、あっちの外側から行って。これは簡易の鳥居ですかね。いや、絶対違うやろ。鳥居ではないかな。頭ぶつけそうなんやけど、なかなか低いな。180cm、なかなか低いな、これマジで怖いな。まだ上手。赤堀三家文明にね。めっちゃ室町やん。めっちゃ室町やん。大向かで、大向かで伝説ございますね。ここの話じゃねえやん。大宮国に違うやん。向かで大使キリがない。キリがない。ない、ないないない。もちろん。お。歌舞伎もんこれ。そうなんじゃ、建てたんじゃ。すごい。すごい。お。なんか書いてある。浜田城跡。そうやね。最近感がすごい。あ、歩きやすい。全然怖くないな。そういうスポットではなくなっちゃったんだよ。開拓された。なになになに。いや、ちょっと普通にビビっただけやから違う違う違う、そういうことじゃなくて、人がおると思ったらおらん。あ、そういうやつね。それ一番怖いやつや勘違い。でも、これ見えやるタイプやから。でも引いてるやん。え、引いてるやん。でも引いてるやん。引いてる。じゃあ引いたって。俺は引いてないのに。ってことはもう、もしかしたら若干と服はあり。マジだって一回死にかけて。でも火を見てるし、うん、黄色は神なんだけど、あ、天使神です。めちゃめちゃこの丘みたいな白っぽいな。すごいね、趣味が出とる。趣味が出とるぞ。じゃあ帰りますか。はい、戻ってこっか。戻ってきますか。
面白くはないです、はい、特に普通の公園って形ですね。ただまあいろいろね、あの四日市として、うん、四日市市民として、うん、こういうね歴史を知れたということは、うん、非常にこれからの人生にプラスになるんでしょうか、なるんでしょうか、なるんでしょう、なるんでしょうね。来た来た来た、バラックス、笑いだけじゃありません。はい、しっかりとね、こういったお笑いなしの要素で、皆さんに学んでいただく、そして我々も学ぶ、こういった、ドキュメント番組も作っていきます、はい、めちゃめちゃ面白いじゃん。お願いします。やめてくださいそうするしかないんです見にくいです。なんちゃら読めへん、なんちゃらって読めへん。明道信じる信の女の人やね。同心、いや女の人、信、うん、女の人かな。あ、でもここに書いてある詳細信じ、あ、でもお坊さんやね。いや、多分あれやね、戒名やろ、戒名、戒名が書いてあるだけやろ。今日はこんなもんすか。今日このような感じで終わりたいと思います、はい。この動画がすごく面白いと思ったらチャンネル登録高評価お願いいたします、はい。おやすみなさい、良い夜を。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録高評価よろしくね。いや